買ってきましたガルバリウムの開いたですね、サブ6番の大きさですね。割り方はまだこれから考えるんですけど、面積的には3つあれば足りる、計算です。あとこれ、ちょっと重い、アスファルトレーフィングですね、ガルバリウムの下に吹く、屋根の下吹き材です。アスファルトをガーシンしてるので、結構重いです。屋根はこれほとんど使い切ることになります。で一応重さ測っておきます。で壁まで吹いた状態で191キロだったので、これで何キロになるか、軽トラハウスの箱部分重さが全て出揃うはずです。ちょっとね測ってみたいと思います。これがちょっとね重いんですよね。これはまあそこそこ軽い。これでいくつになるか。まずはアスファルト5メートル、1メートル ×5 メートルですね。5キロちょいって感じですね。これちょっと余裕見て買ってるんで5キロって感じですかね。で、こっちのガルバリウム、ガルバリウム交換開いたサブ6番です。これも5キロだ、あ、5キロなんだこれ。5キロ ×3 で15プラスアスファルトレフィングで20キロぐらいか、210キロぐらいになるのかな。まあ、想定の範囲ですね。よし、これは丸まってる状態で売ってました。ペラの状態でも売ってたんですけど、こっちの方が全然持ち運びいいですね。全然びっくりするなこれ。まあいいや、とりあえず伸ばします。癖ついちゃってんじゃねえかよ。屋根の形は平吹き、一文字吹きと呼ばれる吹き方でやっていこうと思います。横にラインがこう見えるような形にしていこうと思います。こいつを3枚に下ろしていきたいと思います。よし、進行方向右側の屋根の1段目の吹き板です。長さは1820で、屋根の長さは2300以上あるので、こいつを継いであげます。900棟あるものですね。継ぎ足して
屋根の長さをカバーします。これでジョイントができました。こういう形のものをこうグッとかけることでつなげています。でその後でこれを折り込めば箱はがっちり固まるというわけです。走行中の風の影響を考えて風が流れるようにしたいと思ってます。なんか鹿沼土みたいなやつが落ちてたんでこれなんかをかけるんで、でこれでたるきの位置をここに通したいと思います。
動かない。いけ。食いついてます。すべてのたるきの上に、釣り子で固定しました。結構動かないっすね。もうめくれることはなさそうです。で最後2段目3段目吹いてから最後こっちもかしめてあげて4方向、固定されるという感じです。で風も入ってこなくなるのでこんな感じです。縦ハゼをかしめてから上に持ってきます。胸に上げる前に縦ジョイントしてやってから上げてあげます。
いや、3段目拭き終わりました。ここの捨て唐草のその下の部分だけ寸法を見て切ってあげて、で最後軒先と同じようにかしめてあげて屋根完成となります。ちょっと最後切っていきます。終わりました。想像してたより綺麗に拭けたんで良かったです。いやー、さすがに上がるな。ここもとかね、この締まり具合とかめっちゃ上がりますね。あんまりこれこことかは締め付けすぎると毛細管現象が発生するみたいなんですけど、だからまあ固定されるくらいに程よくかしめてます。もう雨が降っても大丈夫です。